タキスポを行いブースにようこそお越しくださいました。これより特別課外授業クイズマジックアカデミー 8AOU2011 特別杯準決勝決勝を開催したいと思います。申し遅れました。私今回のステージ進行を務めさせていただきます、さつき先生こと千子海と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではいよいよ2011年3月シリーズ最新作クイズマジックアカデミー8が稼働いたします。クイズマジックアカデミー8は全国オンライントーナメントと協力プレイに新しい出題形式が追加されます。ここでその最新情報をいち早く皆様にお伝えしたいと思います。まずはこちらです。早い者勝ちクイズ。全国オンライントーナメントの予選では複数の選択肢の中から回答を選ぶクイズ形式が新たに追加されます。選択肢には定員があり、早く選択された選択肢から満員になります。もちろん正解は複数存在し、正解が選択できなくなるということはありません。他の形式に比べより判断力が求められる形式になっており、これまでにない緊張感のある駆け引きが楽しめます。新しい出題形式の他にも全国オンライントーナメントの決勝戦では3つのクイズ形式を自由に組み合わせて出題することができる自由形式が追加されます。これにより自分の得意な形式を組み合わせて決勝戦に挑むことができます。続いてはこちら、協力スロットクイズ。協力プレイにはスロットクイズを仲間と協力して答える形式が追加されます。1人が1リールを担当し、全員の正解が合っていれば OK。 リアルタイムに仲間の回答を確認することができますので、それをヒントに回答を導き出すことが可能になるというわけです。さらにクイズ中にさまざまな効果を得られる協力プレイ限定のお助けアイテムを導入します。さまざまなピンチに役立つお助けアイテムによって仲間とのダンジョン攻略をより有利に進めていきましょう。その他にもこれまで登場した生徒キャラクターが勢ぞろいし、シリーズ最多の21人に。クイズマジックアカデミーとして正統的に進化していきます。そして初回限定の e アミューズメントパスはルキア、アイコ、ヤンヤン、ユリ、メディア、マラリア、クララ、マヤ、アロエ、ミュウの4種類の絵柄を用意しました。またヤンヤン、ユリ、メディア、マラリア、クララ、マヤ、アロエ、ミュウの3種類の絵柄については横に並べるとつながった1つの絵柄になるという特別な仕様になっています。また今までは e アミューズメントパスに保存されたデータ、次のバージョンに引き継ぐことができるようになっていたと思いますが、今回は特別にクイズマジックアカデミー6からもデータの引き継ぎができるように期間限定で行ってまいります。シリーズの最新作クイズマジックアカデミー8は2011年3月に稼働予定です。皆さんどうぞお楽しみに。さらにお知らせがございます。あのクイズマジックアカデミー OVA 2作品がついにブルーレイで登場します。高画質化された1枚のブルーレイディスクに収録されており、クイズマジックアカデミーオリジナルアニメーション1 & 2として3月24日にコナミスタイルより限定発売されます。しかもアロエ、ルキア、シャロンの3種類のオリジナル e アミューズメントパスから好きなキャラクターがお一つ選べるコナミスタイル購入特典付きになっています。どうぞこちらもお楽しみになさってください。さあそれでは早速大会を始めていきたいと思うのですが、その前に皆さんでウォーミングアップとしてクイズをやってみたいと思います。問題はクイズマジックアカデミーのトリビアクイズとなっています。回答は2択もしくは4択でお答えいただきます。間違ってしまった方は恐れ入りますがその場でお座りください。そして最後まで正解した方にはこちら、なんとクイズマジックアカデミー8オリジナル e アミューズメントパスルキアアイコンを差し上げたいと思います。皆さん頑張ってください。それでは参りましょう。クイズマジックアカデミートリビアクイズです。まずは第1問。クイズマジックアカデミー8で収録されている問題数は16万問以上である。丸か×か、大きな手で丸か×を作ってください。うわーすごい、友達の輪みたいになってますよ。
さあ正解はこちら、丸が正解です。はい、丸の方をそのままお立ちください。続いてまいります。第2問、クイズマジックアカデミーセブンで導入されたコナミの電子マネーはパセリである、丸かバスか。すごいですね、みんな本当に丸が好きなんですね。正解こちら、その通りです。協力プレイやカスタマイズアイテム購入でおなじみのパセリ、クイズマジックアカデミーセブンが初対応のコンテンツとなっていました。どんどんいきます。第3問、クイズマジックアカデミー6の等身大ポップでさつき先生、私ですね、の横に並んでいるチビキャラの数、これは10キャラクターである、丸かマスか。おお、ちょっと分かれてきましたか。正解こちら、バツです。描かれているチビキャラ、レオン、セリオス、カイル、ラスク、ルキア、シャロン、クララ、アロエの8キャラクターです。申し訳ありませんが、ちょっと間違ってしまったという方はその場にしゃがんでください。続いて第、大丈夫ですか、しゃがめますか。はい、第4問、クイズマジックアカデミー5の検定試験で挑戦できたのは25検定である、丸かバツか。だんだん難しくなってきましたよ。あ、バツの方が多いですかね。正解はこちら、バツが正解です。あ、ちょっと少なくなってまいりましたね。はい、クイズマジックアカデミー5で挑戦できたのは30検定でした。続いて第5問、クイズマジックアカデミー4で新しく増えたクイズ形式はスロットクイズである、丸かバツか。バツが多いですかね。正解こちら、バツです。その通りです。線結びクイズでしたね。スロットクイズというのは5で追加されたんですね。さあ、まだ結構残ってますよね。第6問、クイズマジックアカデミーが e アミューズメントパス対応になったのはクイズマジックアカデミー3のロケテストからである、丸かバツか。お、分かれてきた。正解はこちら、バツです。そうなんです、3の製品版からですね。さあ続いてまいりましょう。第7問、クイズマジックアカデミー2で追加されたキャラクター数は6人である、丸かバツか。お、分かれましたね。正解はこちら、丸です。あ、だいぶ減りましたよ。ちょっとなんかクレームがあるみたいですけどね、大丈夫ですか。これ後ほど何かあったらスタッフの方まで。先生キャラちょっと問題が違うぞという、もう一回第7問の問題出してもらえますか。追加されたキャラクター数は6人であるということで、まあ引っ掛けっぽいところであったんですね。これ実は社員も結構間違えましたということで、合わせて6人だったんですね。さあということで、丸が正解ということでご納得いただけましたでしょうか。恐れ入ります。続いてまいりましょう。まだ言いますね。第8問、クイズマジックアカデミー、最初1ですからついてませんでしたが、最初のロケテストを行った場所は秋葉原である、丸かバツか。だんだんコアになってきました。おー、バツが多い。丸はちょっとしかいませんね。正解はこちら、バツが正解です。最初はね、池袋と川崎で開催しましたね。今何人残ってる、ちょっと手を挙げていただいてよろしいですか。うわー、結構いますね。もう一回いきます。第9問、クイズ マジックアカデミーの生徒キャラクターとして一番最初に決定したキャラクター、今度4択になりました。1番ルキア、2番シャロン、3番クララ、4番アロエ、この手で出してください。どうぞ。おお、分かれた。正解はこちら、3番クララ。何人いらっしゃいますか。8名、9名、まさかさ、おお、いらっしゃいますね。まさか最後まで行くと思ってなかったんですが。第10問、サンダースのかつての戦友の名前は、1番エシャロット、2番ズッキーニ、3番パセリ、4番パプリカ。さあ悩んでおります。正解をお願いします。2番が多いですね。はい、正解ズッキーニということで正解でした。さあ何名いらっしゃいますか。1、2、3、4。どうします、決勝進出の方もこの後頑張っていただくということで、皆さんにお譲りいただくということで、ありがとうございます。大人になっていただいて何名かいらっしゃいますか。もう一回手を挙げてください。申し訳ないです。1、2、3、4、5、6、7名。
はい、それではじゃんけんでいきたいと思います。あいこ、ここまで来てじゃんけんかみたいね。あいことか、おお、実はですね5名まで絞るって言われてたんです。でも7人分どうにかしますという交渉が OK、 OK 出ました。その7名の方どうぞ皆さん道をお譲りいただいて、恐れ入りますがステージ上にお越しいただけますでしょうか。いや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 、どうしても5人に絞るって言われてたんですけどね、さすがやってくれますね。どうぞ7名の方ステージ上にお上がりいただきたいと思います。すごいな。いや当初は5問目ぐらいで型がつくだろうという話だったんですけれども、まさかまさか最後まで行っても7名の方が残られるとは思ってもおりませんでした。さあ、はい、おめでとうございます。それではパスの方ご用意いたします。はい、どうぞ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 、勝ち抜いたんですからどうぞどうぞ遠慮なく、どうぞどうぞお越しください。さあ、それではコナミアイズ米倉さんより贈呈していただきたいと思います。はい、おめでとうございます。大きな拍手を送りください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ルキアとアイコのいいアミューズメントパスゲットです。まさかこんなことになろうとは本人たちも思っていなかったんじゃないでしょうか。わかりました。はい、足りない数は後ほど必ずスタッフがお渡しするということで、今一度盛大に拍手を送りください。はい、おめでとうございます。それでは気をつけてお席の方にお戻りいただきたいと思います。やっぱりすごいですね、マジワカ。まさか10問まで行くと思いませんでしたけど、よかった、じゃんけんで決めることがなくて。さあ、といったところでトリビアクイズ終了とさせていただきたいと思います。それでは皆様お待たせいたしました。改めまして、これより特別課外授業クイズマジックアカデミー 8AOU2011 特別杯準決勝決勝を始めてまいりたいと思います。ここで解説を務めてくださるこの方をお呼びいたしましょう。クイズマジックアカデミーといえばこの方なしでは語れませんよね。クイズ作家セブンデイオーズ、代表になります大門ひろきさんです。大きな拍手でお迎えください。大門さん、どうも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 、毎度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 ありがとうございます。毎年ありがとうございます。重ねて8になりました。ありがとうございます、はい、ね、いよいよ8です。さあ、続いてゲストの方も2人お呼びしましょう。あのクイズミリオネアでは1000万円獲得、FNS1 億2000万人のクイズ王決定戦では2度の優勝に輝いた史上最強のクイズ王永田義明さん、そして高校生でパネルクイズアタック25に優勝、その後も早稲田大学クイズ研究会のエースといたしまして学生クイズ王決定戦 ABC で優勝するなど若きクイズ王として活躍されております、大美香優希さんです。大きな拍手をお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、3人のお力を、ね、貸していただきながら頑張って進めてまいりたいと思います、はい、それでは改めまして今大会の、これまでのトーナメントの結果を確認してみたいと思います。お二人、ちょっとスクリーンの方上げていただいてよろしいですか、はい、お二人はどうぞあちらの方でご覧になっていただいてお願いします。はい、ありがとうございます。出場者はクイズマジックアカデミー7第8回全国大会の上位入賞者12名と1月度の全国オンライントーナメント優勝回数の上位12名、その24名の賢者たちがここ AOU 会場に集結、トーナメント形式での熱いバトルを繰り広げてまいります。すでに午前の部で1回戦、そして永田さんと大美香さんが参戦されました第2回戦、そうなんですよね、3位と4位に終わりましたけれども、白熱のバトル勝ち抜いた8名の賢者の皆さんが準決勝へと駒を進めています。準決勝は4名1組を2グループに分けて2試合行い、勝ち抜いた各組上位2名ずつで決勝戦を行いたいと思います。対戦は準決勝決勝ともクイズマジックアカデミー8の店内対戦モードで実施、クイズジャンル、クイズ形式が全て解禁されました e アミューズメントパスを使用して行ってまいります。またクイズ、ジャンル、そしてクイズ形式ともプレイヤーがそれぞれ選んで対戦いたします。そして栄えある優勝者には盾、少女、学装イラスト、3月24日に発売されますブルーレイ版クイズマジックアカデミーオリジナルアニメーション1& 2に加え、ご覧のカスタマイズアイテムの王冠のデータが送られます。これ嬉しいですよね。なお2位から
4位の皆さんには賞状と学装イラストを贈られます。また今大会の出場者の皆さん全員にクイズマジックアカデミー8オリジナル e アミューズメントパスが贈られます。さて頂点に立つ賢者は誰なのか、これより最高峰のクイズバトルが始まります。さて大門さん、はい、午前中に1回戦、そして永田さんと大美子さんがいらっしゃいますけれども、参戦されました2回戦かなり盛り上がってましたね。そうですね、はい、ちょっと最初に突っ込んでおきたいんですけど、永田さんの漢字が2回間違ってましたすみませんすみません、本人気がついてませんでした。あ、そうでした。スルーしとけばよかったですねすみません気を取り直して、きつく言っておきます。はい、きつく言っておきます。はい、毎年そうなんですけど、はい、全く新しい、作品、今年は8です。はい、全く新しい、新形式、自由形式というですね、はい、ものを引っ提げてまいりました。これをですね、うまく使って、プレイしてた方が勝ち残ったんじゃないかなという気もしないでもないところです。はい、なるほど、楽しみですね。はい、楽しみです。はい、さあ、そして永田さん、大美子さん参戦されました、はい、2回戦を振り返ってそれぞれちょっと感想を伺いたいなと思うんですが、永田さんどうでしたか。いや、まあ、次戦で芸能の自由形式を出したんですけど、まあ、はい、ウルトラクイズ関連の問題が来ないかなと思いながらですね、出しましたいや、その横島な考えですと次戦をいっぱいミスって最後はウルトラクイズっぽいノンジャンルの丸×というのをね、はい、まあ、投げていただいた、まあ、投げていただいたかどうか分からないですけども、それもたくさん間違えてしまいまして見事に点差を開けられて負けてしまって残念です。ただ、まあ、勝ったほうちゃんさんはですね、はい、DS のイベントの時にも対戦してまして、そうですね、まあ、その時も負けてるんで僕に勝ったからにはですね、ぜひ、優勝お願いします応援が飛びました、はい、そして大美子さんいかがでしたか。はい、僕は学生ということで文系学問選択したんですが、ハードを選択したのにもう皆さん正解されてちょっと話が違うぞって感じでしたね。こんなはずじゃなかった、できなかったですね。本当に最高の戦いが一番いい席で見られるということでちょっと楽しみにしています。はい、ということで、はい、3名と一緒にお送りしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、どうぞお席にお座りになってください。はい、さあそれでは早速始めてまいりましょう。特別課外授業クイズマジックアカデミー AOU2011 特別杯、まずは準決勝です。それでは準決勝第1試合の4名の賢者の皆さんにご入場いただきたいと思います。発表してまいりましょう。まずはエクシアさん、垣根提督さん、ヨッパシさん、宝天劇さん、どうぞステージの前に。さあこちらの4名の方で頑張っていただきたいと思います。まずはこの4名の方に盛大な拍手を送りください。さあ頑張っていただきたいと思います。それではご準備の方お願いいたします。どうぞお付きください。さあいよいよ始まりますが、はい、まずいきなり永田さんの因縁の相手宝天劇さんが登場ですね。これか、はい、やっぱり頑張ってほしいもんですかね。そうですね、やっぱり頑張ってぜひ決勝行って、優勝してほしいですね。はい、あとのお三方は全員1回戦で1位通過ということで。そうですよね、これはもう宝天劇さん本当に全国1位で突破してこちらに来ておりますので、そうです、全国大会、最後の、この出場権をかけた全国大会で、はい、見事1位になられたのが宝天劇さんということで、はい、はい、どんな戦いになるんでしょうか。これやっぱりジャンルの選択っていうのはかなり大きなポイントになってきますよね。そうですね、ジャンルの選択もそうなんですが、今回形式の選択が、はい、さっきも言いましたが自由形式というのが、はい、追加されましたからね、はい、はい、3つの形式から、好きなものをチョイスできるというですね、はい、ものになっておりまして、うんうん、難易度選択ができるのはこの自由形式だけと、なるほど、いうことになっております。はい、あえて簡単なもので行くのか。そうですね、1回戦はくじ引きだったんで、はい、苦手ジャンルをわざと自由形式で守った方もいらっしゃいました。なるほど、なるほど、うまいと思いましたね。そういう使い方があるかと、まあ、ハードにすればいいってもんじゃないですね。ないんですね、こういったところでも心理テーマがあるのかな。そうですね、やっぱ戦略性の広がりというのがどんどんシリーズをごとに広がっていってると思います。はい、大美香さんは何かこうプレイヤーに期待することはありますか。そうですね、やっぱり満点が400点じゃないですか、はい、どれだけその400点に近づいてくるかなっていうのがちょっと楽しみですね。さすがなんか学生のエースらしいお答えを、はい、そうですね、もう得点に結びつけていこうみたいな、ね、着眼点がやっぱエースと違いますね。違いますね、はい、これ本当に得意不得意があって、不得意だと全く分からなかったりすることもありますよね、これだけジャンルが増えてくると。そうですね、うん、僕問題読みながら分かんない時はもう あんま触れないようにしますからね何だったっけみたいな、何だったっけ、ちなみにとか違う話題言ったりして永田さんは得意なジャンル
って何ですか。いや、まあ、特に得意はないんですけど、不得意がアニメっていうのはもう不得意がアニメっていうのはやっぱりなかなか変えられないですね、はい、ゲームショーの時もアニメね、みんなに総攻撃受けたりしましたからね、はい、でも永田さん最近の新アニメとかも間近でのためにチェックしたりとかして勉強されてるんですよこれでも今シーズンは前から比べるとまあ 10% 上がってはい、そうですか、はい、始まってますね、始まってますか。さあ、ということで始まっているそうですが、はい、画面を切り替えてください。おーおー、あっという間に始まって、本当に始まってるぞ、はい、さあ、始まりました。はい、アニメ&ゲームの、はい、次のうち、一問打倒縛りだったんですね、アニメ&ゲームの一問打倒縛り、ゲームにしたゲーム、それでは皆さん、正解、はい、これもういつも問題早くってみんな読み終わる前に答えちゃうんですよね。そうですね、得点状況としては今全員2問正解で並んでますね、はい、はい、さあ、この辺で分かれてくるか、分かれてくるか、おお、分かれない、全員正解これレベル高いもんな、レベル高いですね。メンバーの、番組の途中で2段目に交代した戦隊は何でしょうか。これも全員正解するんですかね、するんですかね。おお、単独正解、これ大きいですよ。おお、電撃さん大得意ですもんね、永田さん、大電撃さん、さすが全国一位通過。さ、翼の問題ですね。はい、全員正解。こうなってくると単独正解、さっきの響いてきますよ。響きますね、はい、最終問題です、早くも。さあ、さあ、正解どうなるのか。全員正解というわけで、宝剣劇さんがほぼ100点という感じでしたね、今。さあ、続いてはスポーツの問題になります、はい、スポーツ順番当て、順番当てクイズです。これスポーツの得意不得意も結構大きいですよね。そうですね。大美香さんはスポーツどうなんですか。僕は野球ならいけるんですけど、サッカーがやっぱりジャンルとして苦手ですね。なるほど、はい、これとかやっぱり難しそうですね。結構でもサッカーの問題多いですもんね。そうですね、そういうイメージありますよね。やっぱ結構サッカーを制するものが、間近からでもスポーツを制するみたいなイメージはありますよね。あ、ここで、はい、1番2番の方が正解です。2010年に死去した木村拓哉が元気隊に所属していた順番、はい、大体一番最後は、ね、ニュースになってたので分かりやすいと思いますけど、あと2つがどっちかという、はい、3人正解、3人正解です。さあ、野球の問題ですね、はい、この辺は大塚さんはじゃあ得意ですか。そうです、野球なら何とかなりますね。中田さん、スポーツはどうでしょう。割合、まあ、まんべんなく強いつもりなんですけども、そうですね、ちょっとこれは分からない。ああ、単独正解ですね、大きい方ですね。やっぱりね、クイズ王になるかにはスポーツとかニュースとかっていうのはやっぱりもう絶対条件的なところありますね。そうですね、永田さん特にクイズ王時代は本当に時事問題とスポーツ無敵の人でしたから、そこで稼いでました。さすがです。あっという間に第2セットも最終問題ですね、はい、最終問題早いですね、はい、だいぶ差がついてきましたね。さあ、というわけで、ね、全員正解、もう折り返しです。始まるとあっという間ですね。さあ、社会の問題です。この辺大美香さん特に得意そうな気がしますよ。そうですね、学問ジャンルだったら、ね、任せてくださいって感じですよね。さあ、順番で、順番で結構多いですね、今回多いですね、1問だと順番でが選ばれてますね。おっと、3名、あ、全員の答えが揃いました。すごいですね、正解。やっぱりレベル高いですね、当たり前ですけどね。ここまで正解もう確実に勝つために自分のもう使い込んだ武器を選んでるという感じですよね。ここはあの上位2人に2人ですからね、はい、そうですね、なるべくとにかく2位までを狙って決勝に進むことが何を言うかですね。さあ、3人正解。さあ、第4問です。次の国を国際連合の通常予算の分担率が高い順に並びなさい。よー、読み終わった。おっと、分かれた分かれた、はい。さあ、第5問、次の文字列を順に並んでニューヨークにあるスポーツやランドを見る。早い、早い、読み終わらない、全員正解。最終問題です。さあ、3人目の選択が終わりました。最終問題、さあ、ちょっと生活に密着した感じになりましたよ。分かれた、100点出ましたね。100点出ましたね、はい、出ました。垣根帝徳さんですか、100点、すごいですね。そうですね、さあ、いよいよ自由形式、アニメ&ゲームで自由形式です。ですよね、マジアカならではって感じですね。そうですね、はい、自由形式3つ選べます。何を選んだのか、はい、これ想像しながら見ると楽しいですね。さあ、3番の方はちょっと悩んでいるようですが、正解を揃いました。はい、まずエフェクト、皆さん正解ですね、はい、正解。さあ、次はスロットですね。はい、これちょっともう押してる早い早い早い、これ以外はないだろう的なね、リール見た瞬間って感じなんでしょうね。もうなんか頭と直結してるんでしょうね。そうですね、はい、さあ、タイピングですかね。はい、榎本かなと面白いですね、スロットエフェクトタイピング。おー、ほんとだー、
さあ第4問、残りはあと3問になります。なんとなく順位が見えてきたんではないでしょうか。さあメガネっ子、さあ3人が3番の方悩んでる、1文字ずつ頑張れ。ここで回答者3人ですね。なんとなく、なんとなく分かってるか。残念。さあ第5問、イハルカフ、懐かしい。お懐かしい。とんでもない問題が出ましたね。これ世代じゃない、大美子さん分かりますか、イヤルカウント。これ分かんないです ね、 ですね、ファミコンはもう世代じゃないので、まあ、言ってみたいですね。これはなすごい、この難易度で3人正解ですか。最終問題、さあうわ、先生これはすごい点数が出るような 気がしますね。さあ結果を見てみたいと思います。結果発表、宝天劇さんも残ってくれました。ありがとうございます。宝天劇さん、うん、確実に決勝戦狙ってきましたね。さあそれではどうぞ前にお越しいただきたいと思います。画面はそのままでお願いいたします。やっぱ100点がすごかったですね。はい、皆様前に、ね、うん、さあそれでは決勝に進まれたお二人、ちょっとお話を伺ってまいりたいと思います。はい、宝天劇さんから聞いていきましょうか。はい、第2位ということでどうでしょうか。今日はあの歴さんとはあの垣根提督さんと当たるということで、社会人回手を朝の、6時に起きて、予習してきたんですけど、その成果が出たのですごくあの嬉しいです。作戦勝ちですね。決勝戦は頑張ってください。そして垣根提督さん、1番で通過ということですが、決勝戦に向けて1個目お願いします。ありがとうございます。決勝出るの実は2回目なんで、まあ、今回前回3位だったんで今回は優勝できるよう頑張りたいと思います。優勝を目指して頑張ってください。それでは4名の方に大きな拍手を送りください。さあそれでは一旦お席の方にお戻りいただきたいと思います。いやー、さすがですね。そういった対策もされて、そうですね、早くから、さすが、マジアが違いますね。さあそれではどんどん参りたいと思います。引き続き準決勝第2試合のバトルを行ってまいります。準決勝第2試合の4名の賢者の皆さんにご入場いただきましょう。こちらです。りょうすけさん、やるおさん、カブトルさん、トマトバンクさん。さあこちらの4名の方です。まずは盛大な拍手を送りください。それでは早速準備をお願いいたします。今回の2回戦の見どころはいかがでしょうか。そうですね、はい、カムカムさんはずっとこの名前で多分来ていただいていると思うんですけれども、はい、よくお見かけする。そうですね、よく聞く名前だなというイメージが皆さんの中にもあると思いますけどね、なのでちょっと応援したいかなという気がしますが、はい、中田さんはどうですか。そうですね、先ほどもありましたけど2位抜けなので、はい、で得意ジャンルが被っている方が一体自分のそれでも投げるか、あえて違うのを投げるかっていうところをちょっと注目してみたいですね。ここも基本得意なジャンル被っている人が僕の記憶ではあると思うので、はい、被った時はまた難しいですよね、さあ大美香さんは何か期待することは。そうです、さっき僕が実際に戦ったトマトバンクさんがここで出てきたということで、はい、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。じゃあトマトバンクさん、大美香さん応援してますので頑張っていただきたいと思います、はい、さあということで本当にここまで正解率が高いのだなという感じなんですけども、参加状況ですが、これは何を選択するんですかね。例えば永田さんだったら同じような、はい、あのに得意の分野が重なった場合はどうするんですか。まあ、2位抜けだ と、 手の内を明かすと、はい、2位抜けだと逆にその人と抜けようっていうつもりでいったら、うん、その合わせた方がいいのかなと思いますね。一緒に勝っていこうぞと、はい、なるほど。準決勝と決勝の戦い方はまた違うということですね。そうですね、はい。さあ、大美香さんはこのマジアカの中で好きなジャンルですとか形式っていうのはありますか。そうですね、スロットとか文字パネルとかの、あと学問系のジャンル、理系文系社会あたり
で普段回してますね。なるほど。今何気なく聞きましたけど、今度例えばステージ上で対戦してもらうときに、はい、これは手の内をみんなに明かしたことになりますね。そうですね、まあ、学生だから学問系が強いというのは読めるでしょうけど、ちょっと今形式いっちゃいましたからね。形式いっちゃいましたね。あ、それはよくやるミスなんですよね。、はい、僕毎回やらせていただいてます。本当に正直なんで聞くたびに答えちゃうんですよ。そうですね。アニメ苦手ですと言っております。言っちゃうんですよね。これでも強くなったんですが。いやでも本当ですよね。あの元からすごいですよ。始まりました。始まりました。あっという間に始まります。第1問、芸能の問題です。4択クイズですね。はい、4択クイズです。芸能の4択クイズ。さあ、心のレバー、これは簡単なところから来ましたね。一発ですね、皆さん。大河ドラマの問題です。赤穂浪士、大内蔵之介を演じた。皆さんちゃんと待ってます。ですが問題を、ですが問題、いやらしいです。すごいですね。もうでも分かってますね、皆さん、ね、そうですね。その通り、正解です。危なげなくて感じですね。もうその通りです。第3問、どこの国で生まれた作曲家でしょうか、はい、これはちょっと名前からは国が特定しづらいけど、あ、2名正解ですね。分かれましたね。さあ、24の週、この辺は簡単ですか ね。皆さんもガッとね、早く分かるんじゃないかと思いますけど、ナインティナインの2人、同じ高校のサッカー部出身ですが、クリムシチューの2人は何部出身？個別形式だとやっぱり難易度は指定できないんで、簡単なのから難しいのまで。なるほど。そうですね、個別形式ですんで、はい、さあ、お一人目が選びました最終問題です。さあ、答えが分かれてます。どこだ？そう来たかって感じですね。見覚えはありますけどね、この CM。 そうですよね、何だったっけなっていうところですよね、さあ分かれた。さあ分かりました。明治安田生命が正解でした。かぶりましたね。おっと、かぶりました。やはりかぶりました。芸能の問題、こちらは連想クイズになります。さあ、早い早い、カムカムさん早い。早いですね。これは結構リードしてますね、今の。はい、全員正解です。やはり被ると時間というのもね、結構重要ですよね。そうですね。早い。さあ、一斉です。全員正解。割れない、割れない。割れませんね。ヒース・レルフ、ジム・マッカーキー。おー、押した。ここで2番の人を押しました。ヤルオさんが、ヤルオさんを行きました。第2ヒントあたりで押しましたね。はい。まあ、全員正解ですね。全員正解。手堅くいくか、早めに押すか、ここも賭けですね。ザ・ドリフターズ、みんな全員そうですからね。1907、脱退。そうです、懐かしいですね。 This is a pen。 永田さん直撃してないです。大分さん、分からないところですね。そうですね、分からないです。1993年日本テレビで放映。さあ、カムカムさん早いですね。やっぱりこう出演者だけで分かる方は、やはり芸能強いという感じしますよね。さあ、さすがですね、早くて正解だとね。懐かしい、ポケベルという響きが懐かしいですね。そうですね、はい、って押しましたからね。もう化石ですもんね、ポケベルなんて。公衆電話探しました。みなこ、あー、もうこれは結構早いですね。ここも平均って高いですね。そうですね。さあ、折り返し、スポーツになりました。順番がでクイズ、順番ですね、また。さあ、野球でピッチャーが投げる変化球、SFF、逆さずに早い。いや、全員正解ですね、さすがに。早い、さすがです。スポーツ選手をオリンピックに出場した回数が多い順位。おお、なるほど。外しません、外しません。外しませんね。手堅くいきますね。グレッシー一族。こういう問題はどうですか、中田さん。いやー、あの順当てはね、一番こう個別形式の中で難易度の落差が激しい。何かとか言いながら、ね、みんな正解でした。ね、割れるかと思いましたけどね。ここも正解でした。さあ、野球の問題。これも特 A クラスの問題ですね。ああ、特 A クラスの問題ですか。あ、2人正解ですね。2人正解ですね。野球ファンだと抑えてるんでしょうね。そうですね。なるほど、なるほど。あ、これ難しそうな問題ですね、これも。わかりました。1番、4番正解です。さあ、最終問題。はい、陸上の世界記録。答えが揃うか。揃った。割れません。揃ったら正解という感じです。さあ、最後の、はい、最後、バトル4回戦です。残りあと6問。アニメの4択です。永田さんの大好きなアニメ来ましたね。あの選択肢の方は分かりますね。特撮の選択肢だったので。そうですね、永田さん的には、はい、世代的にはそうですね。確かに年代的にも確かに、ドラえもんシリーズ
おお、ダンさん強いですね。ヤルオさん強い。ナルト、比較的最近ですね。ナルトなんかもどうですか、永田さん。この辺だとちょっとわかんない。大見田くんじゃないですか。逆に僕はこっちの方が得意ですね。なんかこの対局のお二人のゲストっていうのはすごい楽しいですね。そうですね、さあ、カムカムさんじっくり考えてます。考えてます。はい、二人正解。はい、ちょっとでも分かれてきましたね。あ、ガオレンジャー主題歌と歌った、はい、主題歌問題です。歌手の方は誰でしょうか。4択は意外とね、分岐してくれた方が分からないときは3択になるので、うん、ですね、知らないときは分岐しろと思いながら、ね、またそうやって手の内を明かしていく永田さんですね。いいですね。どれだけサービス精神旺盛なんでしょうか。いい人です。サンバでアミーゴ、どんな形。あ、正解。はい、全員正解。はい、全員正解。残るはあと2問。結構特撮出ますね。そうですね。そうなの。え、割れましたけど。割れました。割れました。これは完全に割れてます。この1問大きいですよ。3番悩んでます。おお、意外な感覚なんですね、これは。最終問題、はい、スーパーロボット対戦シリーズに参戦してないロボットアニメはどれでしょうか。スーパーロボはやってないと分かんないからな。していないってのがいいですよね。さあ、じっくりじっくり考えています。真実はどうか。はい、全員正解。あっという間ですね。このセットはなんか2人正解っていう組み合わせがいろいろあったので、そうでしたね、セットがどうなってるか、ね、結果が楽しみですね。カムカムハツさん残念。そして、あー、リョウスケさん残念。1位になるのはどちらか。トマトパンクさん第2位、そして1位だけヤルオさんです。優勝だよ、おめでとう。全ては俺の思いがままだ。さあ、ということで4名の方、どうぞこちらへお越しいただきたいと思います。ヤルオさんとトマトバンクさん、トマトバンクさん良かったですね、応援してましたから、ね、そうですね、勝っていただいたので。まずは決勝ということで、2回戦から2人残りましたね。そうですね。さあ、それではお聞きしていきたいと思います。おお、大丈夫ですか。どちらでも結構ですよ。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ、恥ずかしがらずに。それでは決勝に向けて一言お願いいたします。緊張してますか。あ、はい、とっても得意ジャンルとかはあるんですか。言っちゃっていいんですか。いや、特にはないです。幅広く、まあ、広く浅く広く浅くでここまで来ることがすごいですよね。頑張っていただきたいと思います。さあ、そしてお聞きしてみましょう。決勝戦どうですか。あ、もうさっき向こうでストライクウィッチーズのイベント見て満足したんで、あとはもう適当にやって優勝して帰ります。適当にやって優勝する強気な発言が出ました。頑張っていただきたいと思います。それでは4名の方に今一度大きな拍手を送りください。さあ、それでは一旦お席にお戻りいただいてよろしいでしょうか。恐れ入ります。さて、いよいよ決勝戦になりますけれども、はい、何かこう予想としてありますか。全く読めないですね。うーん、1回戦2回戦はどうでしたか、お台本さん的に。いやー、レベル高いですね。そうですね、答えられるわけないと思ってるの問題は答えられちゃいますから本当です、ね、皆さんのもう本当に勉強量とレベルの高さ、はい、びっくりです。毎年ですけどね、なんかでもどん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 進化してますよね。そうですね、こちらもどん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 難しい問題だったり、はいはい、新しい形式でこう、ま、どう使うんだろうみたいな感じで投げるんですけど、初日に攻略されますからねさあ、というわけで決勝進んでもよろしいですか。かしこまりました。それではいよいよ最後のバトルを残すのみとなりました。頂点に立つ賢者は誰なのか。これより特別課外授業クイズマジックアカデミー 8AOU2011 特別杯決勝戦を行います。それでは決勝に勝ち進んだ4名の賢者の皆さんの入場です。まずは準決勝第1試合1位に垣根天徳さん、宝天劇さん。続きまして準決勝第2試合1位にヤルオさん、トマトバンクさん。さあ、以上4名の方で頂点を決めていきたいと思います。盛大な拍手を送りください。頑張ってください。それでは早速準備をお願いいたします。さあ、永田さん、いよいよ始まりますけれども、はい、
どうですか。そして今度はまあ要するに1位を決める戦いなので、はい、皆さんの得意とするものが、まあ、あの直球勝負でいくと思いますね。なるほど、はい、あっという間に終わっちゃうと思うんで、あの喋る暇ないと思いますが、あの、まあ、勝負を楽しませてもらいます。はい、ということで垣根帝徳さんと方天劇さん、応援されていたのは方天劇さんでしたっけ。はい、永田そうですね、はい、やはり優勝していただきたいというのは、そうするとあの、まあ、僕は優勝者に負けたんだから仕方がないという非常にあの言い訳が立つという。永田さんは弱いわけではなかったんだと。マジアさんに関しても2位までは行ったんじゃないか的な話になりますね。ここにいるご覧の方は、まあ、あのその真実をよく知ってますけどね。だからあのツイッターとかでツイートしないようにね。いや、もう必ずつぶやいてると思いますけど。さあ、そして、大峰さん、トマトマンクさんに注目されてたという話でしたけど、そうですね、やっぱり上がってきてもらったので、このまま優勝まで行っていただきたいなと思います。さあ、ただですね、まあ、戦いの仕方は違うと思うんですけれども、決勝戦に関してはまた戦いのやり方を変えていって、先ほど、方天劇さん、そしてトマトバンクさんともに2位で通過してますので、ね、どんな戦いになるか、こちらも皆さん期待して待っていただきたいなという。そうですね、ある意味リベンジですからね、彼ら2人は。そうです、そうです。まあ、あえて2位で通過したのか、本気で狙っていったけれども2位になったのかというのは本人のみと知るところでありますからね。さあ、何をここで、選択していくんでしょうかね。おっと、トラブル発生ですかね。なんか2番が真っ黒になっておりますけれども、大丈夫でしょうか。おっと、なんか今逆窓らしきものが生放送でお送りしております。せめてじゃあなんかトークでつなぎましょうか。なるほど、はい、わかりました。永田さんは昨日の夜何を食べましたか。昨日の夜ですか。なんだ、あ、ね、新幹線の中でプレミアムサンドイッチっていうちょっと高い、値段がプレミアムな、あ、でも美味しかったんで、はい、食べました。どこか出張かなんかに行かれてた。いや、あのこちらにあの、そうだ、来ていただいたんですもんね。前日入りした方があの寝坊しなくて済むので、はい、あと頭がちょっと冴えますからね。そうですね、はい、毎年来ていただいてるんです、神戸から。そうなんですよね。呼んでいただけるうちにあのなんとか1回ぐらいは勝ちたいんですけどでもなんかそこでこう頑張ってくれるんだけど、結局アニメなんだりなんだりの問題があって、一緒にコメントしてくれる永田さんが多分皆さんも好きだった、まあ、前あ次回8では違う永田、あ、当中をお見せしたいと思っております。実は違うんですよね。あのコメントするために永田さんはあえてギリギリの線で引いてくれてるんです。あ、そうです、私もそう思います。その通りだと思います。それはまあないかなみたいな本気なんだ。さあ、そして大美子さんは町あかりきというのはどうなんですか、実際のところ。僕が今大学2年生なんですけど、はい、中3ぐらいから、はい、3かな、うん、からやってますね。あ、そうなん、はい、やっぱりじゃあ町あかをずっとやってらっしゃったというのもありつつ、はい、ま、クイズ好きだったら通る道ではありますからね。まあ、やっぱりそうですね。ありがたい話ですね。ありがたい話ですね。そしてこういう風に頑張ってくださってるユーザーの中から、また永田さんとか大美子さんみたいにクイズ王が出ていくんじゃないかなと私は思いますけれども。そうですね、やっぱりマジアカやることで、あのクイズ王への近道になりますよね、絶対にね。いや、もし本当に今テレビでクイズ番組、クイズ王決定戦みたいなのあったら、皆さん結構出てくると思いますよ。間違いなくね、あのすごい戦いが出てると思うんでね、あの今あの実況中継をご覧になってる関係者の皆様、ぜひあの視聴者参加のクイズ番組をぜひ作ってくれるようにお願いいたします。あの皆さん、テレビ局にね、要望のメールとか出すと意外と読んでくれますんで、拍手聞こえますよね。そうですよ、拍手、どんどん拍手でね。これちょっとライブ配信されてますからね、皆さんテレビ番組増やしてほしいですか。すごい拍手ですね。見ていただいた方はマジアカと連動でどうかよろしくお願いします。結構ね、アタック25、はいはい、そうですよね、ではマジカアカデミーやってる方とか、大美香君もそうですよね、出てらっしゃるみたいなんですけれども、はい、25といえば、ただもうでも昔ほどやはりクイズ大会自体がすごく少なくなってるという感はありますので。そうですね、今はもうだからこのマジックアカデミーのようなオンラインのクイズゲームで仲間を集めたりとか、うん、仲良くなってみんな強くなっていくみたいな、うん、すごいいい世の中になったなと思いますね。そうですね、昔に比べたらそのクイズをやろうという敷居はすごく低くなって、なおかつ、ね、その先っていうのはすごく深く、奥があるっていう、すごいいい、ゲームを出していただいているので、底上げ的な感じになってきましたよね、はい、中の本当にトップクラスの方々の戦いなので、うん、はい、こういう戦いを初めてご覧になる方も、決して引かずにすごいっていうところをぜひ感じていただければなと思います。あとですね、気になるんですが、大美香さんって今学生さんじゃないですか、はい、普段勉強されててクイズ
の勉強というのはまた別にされてるんですか？ああまあ別にもやってますし、その学校でやったことがそのままこのマジアカに直結することもあります。確かにそうですね、おっしゃってましたけど、まあ、社会とか理系の問題というのはそのまま勉強が反映されますからね。そうですね、やっぱりスポーツとかアニメもでもチェックしなきゃいけないですもんね。そうですね、まあアニメとか普通に見たりしているので最近のは分かるんですけど、やっぱり生まれる前のものとかが出てしまうと厳しいですね。そうですね、その辺永田さんと交代賞で。そうですね、はい、どんな世代でも自分の得意なジャンルと不得意なジャンルが入れ替わったりして、そうそうそう、それがでもマジアカのいいところ で、はい、そうですね、これをマジアカをやることで世代のアニメを知ったりだとか、ちょっとお父さんに話を聞いてみようとか息子に話を聞いてみようみたいな ね、 そうですね、コミュニケーションも広がっていくんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、DS 版とかだと親子でやってたりとかっていう話をネットで見たりもしましたんで、いいですね、あったかいですね、いいですね、そういった意味でもどんどんいいな。そして大門さん、例えばクイズを作る上でもうどん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 ユーザーの皆さんって賢くなっていくか、もう、あ、そうですね、今日賢者がどんどん増えてるわけですよ、これをこう打破するために何かこう普段の秘策といいますか考えてる、ね、いや、もういたちごっこですね。で実際たちごっこ。そうですね、で最近のやっぱりポイントとしてはニュースクイズがですね、うん、はい、やっぱりその、見た問題以外のところで全く新しい問題がこう毎日毎日、はいはい、生産されてってるわけなんで、はい、そこをどう追いかけるか、うんうんうん、いかに、自分から情報を仕入れて蓄えるかみたいなところも、うん、結構今後のマジカアカデミーはポイントになってきてるのかなと、うん、という感じですね。そうですよ、大門さんこそ常に最先端の情報をゲットして皆さんの上を行かないといけないわけですから、そうですね、日々大変ですよ ね、 ね。さあというわけでやっとこさっとこ復活したのではないかと、はい、この一番の白い画面、ああよかった、ちょっとドキッといたしました。私入ります。さあいよいよ始まっていきますけれども、どんな戦いになるでしょうか。仕切り直したことでこう皆さんがリラックスされたのか、より緊張されたかというのも ね、 そうですね、性格によって変わってくると思います。これも生のライブだからこそ結果が変わってくるんじゃないかなと思います。あそこであのタイミングがなければ優勝してたのにとか、逆に優勝しなかったとかにもあると思いますね。出題形式でした、はい、でこの画面ですね、今自由形式を選ばれている方、はい、これが自由形式です。なるほど、3つをどう組み合わせるか、組み合わせた後に難易度、ね、なるほど、ここまで選択肢が広がるとかなりやりやすいですよね、はい、やっぱり準決勝はスパッと大体決まってたんですけど、決勝は結構考えてらっしゃる方多いですね。皆さん悩んでましたね、うん、これだって誰と当たるか分かんないですからね。さあ始まります、第1回戦、いよいよ、やはり芸能です。4択クイズ、トマトバンクさんの選択です。エースを狙え、この辺は大塚さん、そうですね、ギリギリ見ている、ギリギリなんとか新しい方ですもんね。そうですね、新しい方か、今新しい方ですよ。アニメ版じゃないですよ。はい、これも正解、全員正解。そうだ、芸能だからそっちだ。さあ、レオン、主役のレオン演じたのは誰でしたでしょうか、はい、これいい映画でした、すごいですね、大好きでした。全く差がついてません。しかも早い早い。第4問、コードブルー、ドクターヘリ、この辺のドラマはどうなんですか、永田さん。いや、このドラマは僕好きで見てましたけど、病院の通称までちょっと覚えてなかったですね。分かれました。さあ、分かりました、はい、運命の分かれ道。宝天劇さん、トマトバックさん、正解です。さあ、分岐を読み切って。さすが、皆さん早まりません、ね、早まりません、誰も引っかかってないですね。引っかかってません。ある意味ちょっと悔しいですね、そうですね、読み切られちゃってます ね、 ね、その通り。さあ、2回戦。お、これは大塚さんかなり強いんじゃないですか。そうです、文系学問来ましたね。ヤルオさんの選択です。自由形式、まずは丸×を組み合わせました。はい、丸×です。さあ、悩んでいるのは宝天劇さんですが、全員正解、全員正解。第2問、連想ですか、面白い組み合わせですね。面白いですね。第一ヒントどうせならかっこいいとか言おうと思ったら押している方が いらっしゃいますね。すごいですね。連想はね、こう最初の方のヒントでバシッと押して正解だとかっこいいんですよね。かっこいいですね。そうですよね。おー、残念。おー、引っ掛けだったんですかね、大門さん。ちょっと紛らわしい。画像タッチ。さあ、都道府県、こちらは正解です。はい。おー、今度はブッシュの問題が出ましたね。分かりました、分かれましたね。すごい、分かりました。ここでトマトバンクさん、さあ、夏目漱石の後期3部作、はい、
先生と私、両親と私。さあ、3名正解。ラノさん残念。最終問題になります。代表的建築物の正しい組み合わせ、はい、選びなさい。正規ですね。日本史問題ですね。はい、絶対習ってはいるんでしょうけどね。戻します。皆さんちょっと慎重になってる感ありますね。そうですね、はい、落としちゃまずいと思ってやってるんでしょうね。ちょっと準決勝よりも考えていたします。アニメ&ゲーム、アニメ&ゲームです。自由形式を組み合わせてきました、はい、連想です。伝言です。そして声を演じたのは伝言ロットコン。真実はどうかな。はい、全正解。第2問です。次の曲をテレビアニメポケットモンスターのオープンテーマ。おポケモンとかどうですか。ポケモンはもう全然わかります ね、 そうですよね。はい、やっぱりど真ん中ですね。おー、そういう時代ですよね。これはじゃあ永田さんがど真ん中ですね。そうですね、ど真ん中です、はい、ど真ん中です、ど真ん中ですね。分かれ目がちょっと微妙。あーなるほどなるほど、そうですね。あーなるほど、そうですか。あーここで勝手提督さんが落としてしまった。これはもう分かんないです。皆さんでもなんか早い早い早いですね。早い、そして正解。第5問、これ本当決勝戦ってなんかあっという間ですよね。さあ最終問題になります。次のうち声優、さあ声優問題が結構きましたね。すべ て、 ね、はい、全て選びなさい。これも難しいところなんですよ ね、 そうですね。お、全員正解。落としませんね。さあいよいよ残り6問です。あ、やっぱ順番がクイズです。順番で人気高いですね、今回。そうですね、密度ですからね。これ面積だとね、よくありがちですけどね。あ、分かれましたよ。分かれた。はい、ここでトマトバンクさん、垣根提督さん正解。新幹線の相性早い早い早い。垣根提督さん早い。これは得意なんでしょう。さあ、方天月さん、ここで落としました。第3問、シンガポールを代表、早い早いですね。早いですね。なんだこりゃ、満点取りに行ってますね。なんだこりゃ。残り3問、発行物の多い順に選びなさい、はい。さあ選択肢4つですからね。イエス。なるほど。さあここで勝根提督さん、方天月さんは正解です。さあ面積順、今度は面積ですね。面積順です。これ満点、一番にご注目ありますね。最終問題、これ微妙。泣いても笑ってもこれがラスト問題です。営業キロ数か考えています。どうだ。あ、見事。あ、わずかに足りず 99.9 が出ました。はい、99点で、あーって言われるのもあれですよね。第4位ヤルオさん、第3位宝天劇さん。さあそして優勝者のは垣根提督さん。こんな時もおめでとうございます。素晴らしい試合でした。さあそれではこれより表彰式に移りたいと思います。どうぞステージ前までお越しいただきたいと思います。どうぞ3名の方も前の方にお越しいただいてよろしいでしょうか。いやいやいや、全員300点オーバーですよ。そうです、どれだけレベル高いんだと。外さないです、外さないですね。なんで毎度ながらこんな新機種にこんなに対応できるんですかね。さあそれでは表彰式に移りたいと思います。まずはじめに第4位の表彰です。第4位の方には賞状と学装イラストが贈られます。プレゼンターは大門さん、お願いいたします。今年はタライじゃなくてよかったですね。はい、おめでとうございます。大きな拍手を送りください。そして学装イラストです。あ、ごめんなさい、どうぞヤロさん。はい、学装イラストが贈られます。続いて第3位の表彰になります。同じように賞状と学装イラストが贈られます。まずは賞状で伝達です。おめでとうございます。そして学装イラストが贈られます。おめでとうございます。さあそして第2位の表彰に移ります。第2位の方にも同じように
賞状と学装イラストが贈られます。まずは賞状の授与です。さあ、そして学装イラストです。おめでとうございます。それではいよいよ1位の表彰に移りたいと思います。優勝してますので、記念した盾、賞状、学装イラスト、そして3月24日に発売されるブルーレイ版クイズマジックアカデミーオリジナルアニメーション1年2が贈られます。それではまずは賞状からです。おめでとうございます。そして盾が贈られます。かっこいい盾でしょ。さあ、さらに学装イラストが贈られます。そしてこちらのブルーレイディスク差し上げます。さらに皆さん、スクリーンにご注目ください。第1位の方には副賞としてご覧のカスタマイズアイテムの王冠が贈られます。それでは優勝しましたので一言伺ってみたいと思います。さて、いかがでしたか？ ありがとうございます。3年前の忘れ物を取り返すことができましたありがとうございます。さあ、という形で、今一度4名の方に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。それではお席にお戻りいただきたいと思います。どうぞ気をつけてご行動ください。さあ、というわけで以上で特別課外授業クイズマジックアカデミー 8AOU2011 特別杯すべてのプログラムを終えたわけですが、本当に白熱したバトルでしたね。最後にゲストの皆さんより一言ずつコメントを頂戴したいと思います。まずは永田さん、お願いいたします。はい、今年もいい戦いを生で見ることができて、光栄です。また、3月ですかね、稼働するのが、クイズマグチックアカデミー8が稼働しても、はい、僕も引き続き東中という名前で、参戦したいと思いますので、皆さんも頑張ればここまで来ることができるかもしれないので、ぜひ頑張って来年この舞台でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。続きまして大美香さん、一言お願いいたします。いや、300点以上全員っていうのがすごいなと思ったんですけど、本当に高得点でしたね。4位と1位の差がもう本当1問2問の差だったので、本当刺さったかどうかどうみたいなところがあったと思って、すごいいい戦いだったと思います。はい、はい、僕も8ではちょっと本気で回していこうかなって思うので、ちょっと見てろよお前ら倒していくぞありがとうございます。そして大門さんから皆さん一言お願いいたします。はい、皆さんに愛されてマジックアカデミーもついに8になりました。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。6、7といろいろ改良点、変更点がありまして、最終形態じゃないですけど、究極第3の、はい、変身体みたいな感じですね。はい、はい、そうですね。もう最高傑作と自負しております。はい、いろいろとですね、仕掛けというか、展開も、考えておりますので、自由形式、あと帰ってきた、はい、お休みあったキャラクター、いろんな要素あります。はい、たっぷり楽しんでですね、十二分に遊んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで今回のステージ盛り上げてくださいましたお三方に今一度大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。いやー、鳥肌が立ちました。いかがでしたでしょうか。全国オンライン対戦クイズゲーム、クイズマジックアカデミーのシリーズ最新作、クイズマジックアカデミー8、いよいよこの春稼働を開始いたしますのでご期待ください。また皆さん言うまでもないと思いますが、ステージの横、皆さんに向かって右手のコーナーではクイズマジックアカデミー8、実際に遊んでいただくことができますので足を運びください。こちらのステージ、この後、4時15分から最終プログラム B マニアストによりますグランドフィナーレライブを行う予定です。スペシャルライブですね。はい、どうぞこちらもお見逃しなく、この後お時間許します限りこの演舞してごゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。最後までお付き合いいただきまして誠